カパンはアルメニアの都市。首都エルバンから3 1 6トルのところに位置し、主肉地方の中心都市でもある。ガパン、ガプアン、カフィン、カファン、カタン、クアファン、ザンゲズル、マダンなどとも言われる。この辺りでは谷を山々が取り囲んでいることから、カパンという地名はアルメニア語で、閉じ込めるという意味のキャップルから来ている。アルメニア南部の最大都市で、 シュニク地方の東部、ザンゲズル山脈死脈のバルグシャツキム山地と巡り、山地の南東斜面に位置する。南には、標高3201メートルのフストゥプ山がそびえる。5世紀の文献には早くもその名が登場する。970年には、シュニクを支配していたスムバト二世がここに移り、シュニク王国の建国を宣言した。世紀には、 トルコやペルシャの侵略者から主肉の地を守ったアルメニアの指導者ダビド・ベックの解放運動に追随した。運動は1722年に有毛な一握りの男たちによって始まったが最終的には1000人に膨れ上がった。ベックは1728年にカパン近くの城塞で亡くなった。19世紀には付近のいくつかの村が合併してカパン市が設立された。 人口4万5500人の町は、ソ連崩壊後の社会とナゴルノカラバフ紛争の対応に苦慮しているが、成長や発展の兆しはある。基幹産業は工業でガージャール長時代からペルシャには、と呼ばれている。産業は近年民営化された多金属鉱床に依存しているが、採掘支援サービス、畜産、小売業などを経営している。また、家具、 繊維業なども近年成長してきている。カパンは1890年に交渉が開発され、初めてから非鉄金属生産の中心地になっている。アルメニア人の実業家とフランス人の鉱山技師が共同で同行の利権を取得し、市外には同鉱石の処理プラントが建設された。イランとは陸路でつながっている。また、2008年を遅くにカパンとカジャラン。 巡りをつなぐ道路が改良された。鉄道は、小草間、緑砂番方面へ向かう一路線のみ。カラバフ紛争までは小規模な空港が置かれ、YAK-40 やアン -14 の貨物便が飛んでいたが、今では機体 62km ほど行かなければ空港はない。サッカークラブのガンドザサル FC とレルナゴルツカパン FC が本拠地としている。ありがとうございます。